はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。はい、今日はですね、こちらのジューシードロップポップを使ってですね、このキャンディーに合う美味しいシロップを探したいと思います。はい、はい、はい、ということで、5つのシロップを用意しました。はい、まず右から順番お願いします。メープル、キャラメル、ジンジャー、いちご、コーラ。そうですね、この5種類ですね、はい、うん、プラスこちらのですね、ジューシードロップポップにもともと入っている酸っぱいシロップ、はい、これの全6種類、どれが一番美味しいシロップか、うん、このハンドキャンディーに合うシロップか試してみたいと思います。はい、それでせっかくだからもう対決にしたいんだけど、おこれからじゃんけんして、うん、手持ちのシロップを選ぶでしょ。はい、で、美味しいシロップが手持ちにある人の勝ちにしようか。そうだね、うん、いいですか。はい、いいです。最初でじゃんけんぽい。お、エイシン君勝った。じゃあ、エイシン君は何を選びますか。まだコーラ。コーラか、うん、はい、コーラね、コーラ好きだもんね、うん、で、パパジンジャー選びます。じゃあメープル。メープルね。はい、じゃあパパはイチゴを選びましょう。はい、じゃあアイシン君、最後の一つ、これキャラメルにしますか。ジューシードロップポップにもともとついてる酸っぱいシロップで。あ、こっちにする。うん、分かった。じゃあパパキャラメルね。はい、ジューシードロップポップには、うん、このコーラ味とブルーラズベリー味とストロベリー味ってあるんだけど、アイシン君どれ選びますか。やっぱコーラかな。コーラですか。はい、じゃあパパはブルーラズベリー味にしたいと思います。はい、はい、ジューシードロップポップこんな風になってますね。はい、上が酸っぱいシロップになってます、うん、で、下の方を引き抜くとこうハードキャンディーが入ってますね。はい、で、ここにくぼみがあるんだね、うん、で、このくぼみの部分にこの酸っぱいシロップを入れる形だね。はい、はい、じゃあこれでちょっと試してみようか。いきます。はい、いただきます。うん、酸っぱい、うん、酸っぱま、うん、合うね、やっぱね、うん、キャンディーの甘さとこの酸っぱさちょうど合いますね。うん、じゃあ早速やっていきましょうか。どのシロップが一番うまいか決めようじゃないの。決めよう。どれからいこうか。キャラメルからいきましょう。キャラメルからいく、うん、分かった。じゃあ、いしんくんお願いします。はい、よいしょ。はい、じゃあこぼさないようにいただきます。いただきます。わ、これは甘すぎる。ちょっと甘いね、うん、しかもなんだこれ、キャンディーの味かき消しちゃってる、ね、そうだね、キャンディーの味がなくなっちゃうね、うん、もう一回いただきましょう。はい、うん、完全にないね。強いね、キャラメルがすごい強い、うん、じゃあ次どこ行きましょうか。コーラ。コーラ、うん、コーラコーラになりました。コーラコーラだよね、ちゃんね、うん、これも絶対エイシン君は最強でしょこれ、うん、パパもいただきます。はい、うん、パタパタうまい。うん、パパの方はちょっと合わないな、コーラが強い、やっぱりやっぱこれコーラだからね。まあそうだよね、コーラにコーラ合うよね。うん、強い、うん、じゃあ次はパパ決めていいですか。うん、いちごいっていいですか。いいよ。はい、じゃあ結構うまそうだね、いちごね、いただきます。うん、うん、いちご合う、コーラにも合う、合う、うん、これよく考えたらブルーラズベリーとストロベリー、あ、ベリーベリー系だった、ベリーベリー、しかもフルーツ系、うん、フルーツ系、合ってる合ってる、うん、コーラと、コーラでもめちゃくちゃ合うよ。あ、そうなんだ。うん、コーラ、ね、コーラと同じくらいいい組み合わせになった感じ。本当に、うん、じゃあ次はメープル。メープルですね。メープルもなんとなく濃そうな気がするけど、いただきます。うん、濃い、濃いね、うん、けどうまい、うん、あれだな、やっぱりちょっとシロップの味が強すぎてこれもキャンディーの味を消してる感じがするね。じゃあ最後はジンジャーですね。ジンジャーいきましょう、はい、うん、ジンジャーはね、ちょっとね、ピリ辛だと思うんで、うん、大人の味かもしんない、うん、いただきます。うん、あ、やっぱちょっとピリってさね、あ、辛い、辛い、あ、辛いよね、うん、喉にくるね、うん、風邪ひいてる時とか良さそうだけど、うん、確かに風邪ひいてる時飲む味かも。そうだね、うん、コーラだと炭酸っぽくない。うん、炭酸っぽくなるよ。なるなるんだけど、エシ君は2杯目いかない感じですか。うん、
うまいやつ3杯目までいけるんだけど、さすがに、うん、これはパパ全然 OK、 美味しい、うん、そうなんだ、うん、パパは最高って言います、うん、はい、じゃあ最後はこの酸っぱいシロップだね。はい、ロックシロップ麺になりますね。いただきます。はい、うん、あ、酸っぱい、酸っぱいけどやっぱなんかね、爽やか、うん、これやっぱうまいな。はい、というわけで、はい、6つのシロップを試してみたわけですけれども、うん、決まりましたか、順位は。決まりました。決まりました、はい、じゃあ第3位から発表していきましょう、はい、第3位はいちご。ジンジャー。お、微妙に違いましたね、うん、パパはね、このジンジャーやっぱりね、大人向けで良かったと思う、うん、甘くないし、うん、ちょっとピリッとしてていい感じでした。はい、ヘシン君はいちご、うん、当てた、うん、コーラと当てた、はい、そうですか。じゃあ第2位はコーラ。コーラ、パパイチゴ。お、あ、でもイチゴはやっぱりお二人とも美味しかったんだね、うん、コーラパパね強すぎて、うん、コーラコーラコーラでしょ。コーラコーラでめっちゃうまかった。そうだよね、うん、そうだね。じゃあ栄えある第1位は これかな。これだね、ジューシードロップポップについてた、もともとついてた酸っぱいシロップだね。はい、これやっぱ合う、うん、合う、甘いキャンディーに酸っぱいシロップ合う、合う、あ、こんだけねシロップ試してみた結果本当にこれ美味しいと思いました。はい、ということで今回はですね、ジューシードロップポップを使っていろんなシロップを試してみました。はい、これね、他にもねいろんなシロップあると思うんだよ、うん、だからね、ぜひ皆さんもですね、いろんなシロップで美味しい組み合わせを探してみてください。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。